はい、皆さんこんにちは。こんにちは。水谷アストの熱血幕末維新講義第3回。はい。今回は、ハマグリ顧問の編でお願いします。来ちゃいました、この日が。とうとう来ちゃいました。ハマグリ顧問の編です。来ちゃいました。今回は、これだけでいきますよ、皆さん。はい。これだけでね、本当はね、2時間ぐらいかかるんですよ。そうなんですよね。それを今回は、キュッと縮めて、もういきます。はい。はい、ということで、まあ、前回お伝えした通り8月18日の政変でとうとう長州藩と、三条系の公家さんが追われてしまいました。京都から追われましたね。追われました。追われたところから物語をスタートします。そして今回の台風の目、長州の暴走老人出た。暴走老人暴走老人、そうですね、文久の暴走老人、はい、木島又兵衛さんが大活躍します、はい。でまあ、暴走老人と冒頭言ったようにですね、まあ、木島さんは40代、まあ、獅子の中では、まあ、かなり年のいかれた方ですね。でなんなら松陰先生よりも年上なんで、虎次郎と呼び捨てにできるレベルの木島さんでございます。で木島さんはちょっと概略話しますけど、まあ、長州人には珍しく他の国からですね、長州にいる戦国侍と呼ばれているぐらい戦国時代の動きをするということなんですよね。だからしょっちゅう日下さんとか高杉君とかにも、お前らは頭を使いすぎるということでしょっちゅう怒っておりました。で木島さんが何をなさったかと言いますと、まあ、8月18日の政変で追われました。で日下君たちがちょっとこれからどうしようかと、どういう動きをしてもう一度京に戻ろうかっていうことをね、いろいろ喋っておりましたら、木島さんがもう何を言ってるんだと、お前ら本の読みすぎだと、そんなことはいいからもう天皇を取っちゃえばいいんだよということで、当時はなんか玉って言ったらしいね、なんか玉、そう、暗号、要はいわゆるね、恐れ多いから天皇、ああ天皇のことですね。そう、玉を取るっていうことで、玉を取っちゃえばいいんだよということで木島さんが提案をする。で実際これは間違ってもなかったんですよ。実際、まあ、確かにその通りで、その後の流れ見れば玉を取っちゃえば勝ちっていうのは官軍がね、でそうしたからあってはいたんだけど、まあ、ただ、さすがの過激な高杉君たちでもそれはどうなんだろうっていうことでちょっと警戒していたということで、木島さんはまず暴走を始めます、はい。で、まず京都にやってきて、ちょっとまあこのままだと何も変わんねえから、まずは松平、はい、片森さん、この人は新選組の、ま、もう上の人ですね、新選組をまとめている人、この人京都守護職松平片森を暗殺しようぜっていうことを計画します。でもやっぱり草川さんとか桂さんとか高杉さんとかに知れたらまずいから、ちゃんと心当たりにはちょっと黙っとけよっていうふうに若い連中に口止めしたにもかかわらず、木島さんがある日桂心を見つけてこう言って、そうですね、心を近いうちにえらいことが起こるぞ言ったんですよ。そんなことを言ったらね、さすがの桂さんもいやちょっと待ってくださいと、えらいことってなんすか、それは言えみたいなこと言えじゃない言った。そしたらさすがに木島さん言わなくて他の人に聞いて、ちょっと木島さんおかしいでしょ、なんかやったでしょって問い付けたところを、松平は暗殺しようとしてますって言ったら、さすがに木島さんたちもちょっと勘弁してくださいよ木島さんっていうことで止められてしまいました。で木島さんはなんだよ心出しも分かってねえなってことしぶしぶ下がったんですけど、まだ勢いが収まらない、一度は引っ込んだものの、じゃ松平片森なら片森の弟にしようっていうことで、そういう問題なんですね、暗殺ターゲットを変えて、で今度は、まあ、ちょっと長州の連中に話すとすぐバレるから、すぐバレるっていうか、お前が悪いんだけどあなたが悪いんですけど、でもちょっと他の人を頼ろうということで頼ったのが古太郎さんでございました。古太郎さん、はい、で古太郎さんっていうのはこの獅子の中では珍しく、関西出身なんでございます。でだからその京都を中心に活躍してる獅子たちなんだけど、地元の人ってやっぱ意外と少ないんですよ。地元は地元で、まあ、千年続いてるからこのままでいいやっていう中、古高さんは地元の人なんだけどその頑張っていた人で、関西弁が使えるから結構そのスパイに使われたりとか優秀だったんですよね。ただ古高さんも、まあ、
木島さんほどではないけど30代半ばということもあり、ちょっとそろそろ本当に日本が変わるかなということで、ちょっと未来を案じていた頃でもあったんですよね。で、木島さんの意見も、まあ、ちょっと過激だけども、それがやらないと変わらないかもしれないなということで話をまとめていたところ、古高さんは新選組の目に遭ってしまい、古高さんは逮捕じゃないか、ちょっと捕まる古高さん、やだ。そしてやだじゃない、シリーズなんだから変わらない。古高さん捕まり、まあ、もうすごい拷問の末、とうとうこう志士たちの集まっている場所を離してしまったということで、まあ、その2つの説がありますけど、離さない説もありますよね。ありますよね。じゃあ今回は吉田屋で志士たちの集まりがガクッ気絶したから、で、おお吉田屋かということで、吉田屋に新選組がしちゃうわけですよ。で、まあ、討ち入りが盛大に行われるというわけです。ていうか、まだ全然ハモリもいかねえな話しながら思ったけど、まあいいや、これも大事だから。吉田屋なんですね。あ、いや、いや、やっぱりそうですよね。吉田ってどこだろうと思って、ちょっとね、連チャネと頭がパンクしてきてる。いけないですよね。いや、吉田屋ってね、吉田屋みたいな、まあいいや、いけないよね。ありました。はい、まあ、この中でもすごい作戦もいろいろあった中、もういろんな人がやられます。はい、四天王の一人吉田俊丸も、ああ死亡すると悲しい、はい、イケメンな行動しましたもんね。そうですね。そう、吉田君はね、まあ一回脱出したんですよ、奇跡的に。新選組が来た中脱出して長州藩のね館に帰って、いや、もう大変だと、新選組に襲われたんだって言った後、吉田俊丸君は戻ると。いや、待てと、みんなはね、その戻って、せっかく投げられた命なんだから、ここに留まっていなさいよって言ったんですけど、いや、見捨てるわけにはいかないって言って、戻って、返り討ちにやってしまったと。まあ、一説には沖田総司がやったんじゃないかという説もあるけど、吉田俊丸、四天王の一角がここで落ちる。残念。はい。でね、こっからね、四天王バタバタ落ちるからね。そうね。もうね、やつは四天王最弱とか言ってもじゃないですよ。もうガンガンやられますよ。はい。と、はい、いうことで、池田屋の変更来ました。で、これを受けて、木島さんはさらに怒る。そうですよね。うん、まあ、でも、ちょっとこれ話しながら思ったけど、元を倒せば自分が暗殺しようって言ったのがきっかけなんじゃないかと、まあ、思わなくもないけれども、まあ、やっぱりこう、やられたらやり返す精神ですよ。最後は反省が起きるわけです。木島さん、もう高杉、桂、草川、文句言わせねえぞと。ここまでやられて黙っていたら長州男児の流したるということで、兵を募ってとうとう天繰権へ押し寄せるよっていうことで、戦争が勃発するわけです。で、ここで戦ったのが長州の、まあ、実際のトップいるんですけど、まあ、それほぼ岡崎なんで、実質中心は、まあ、木島さん、ほぼ大将木島さん VSと薩摩と幕府の連合軍という戦が始まるわけです。はい、はい、言われるんですけども、ここで、前回の第1回第2回ご覧になった皆さん、ちょっとおかしいぞと思いませんか？